リハビリの時間です。またしばらく DDD やってなかったのか。いや、DDD はやってたよ。え、じゃあ何のリハビリ？ライト。あ、そっちですかい。まずはトンプソンハウスの殺人鬼小屋から修理していこう。あ、ごめんなさいジェイクさん。何のコントをしてらっしゃるの？完全にお互いの考えが行き違ったやつだな。ほら、歩いてたら向こうから人が来て右にどこうとしたら相手も同じ方向に行くし、ドロモドロ状態よ。なぜ説明が絶望的に下手なのにすごく納得できるのだろうか。この現象に名前はないのだろうか。確かに聞いたことがないわね。人類の歴史は長いんだ。絶対名称はある気がするが。あのせめて貞子が来たことには驚こうな。あとこれ DVD の実況だということを忘れないで。さあということで始まりました第1回霧の森です。ゲーム何回目か忘れたから点を使ってごまかそうとするな。今宵のキラーは音量こと山村貞子。開幕ジェイクと私が修理していましたが貞子が来たのですかさず離れました。そしてただいまチェイス担当していますのがそのジェイク兄貴。その間に私が別の場所で修理を行います。さあ実況をしていたら早くも1台発電が完了しました。いや早すぎねえか。急に我に帰るタイプ。これに関してゆっくり霊夢さん解説いただけますか。そうですねー。開幕スポーンしたのがジルとザリーナで固まっててそのまま二人でガンガン修理していた。さあジェイクやミキのチェイスコースに私が移ってしまった。貞子に代わって私が呪いましょうか。次から二度と解説やらないと誓った。なぜかここでテレビ移動をしましたね。どうやら私の素晴らしい解説通り固まってたジルザリが標的になったみたいね。ではここでタゲチェンをしたことに関してはどういうことでしょうか。ふむふむなるほど。これはテレビ移動を多用して少しでも呪いゲージを貯める作戦ですね。なんやかんだでちゃんと解説してくれるのか。そしてまたジェイクやミキがチェイスになりました。彼のゲージは順調に進んでしまっている。これはできればさっさと破滅を壊したいところですね。そしてここから早くも垣間見える発電機塊魂。ここと向こうに見えたサラチポジの発電機は直しておきたいところですね。ところで、なぜこんなに真面目に実況解説してるんだ。本来こうあるべきなんですよ実況解説って。普段の我々が茶番だのおちゃらけが多すぎるんですよ。だって、ずっと真面目にやってたら。頭痛めまい吐き気腹痛筋肉痛が発生するじゃん。それもう別の病気だよ。それにしても今回の貞子が霊夢の言ってた作戦通りだとすると私ことごとく呪い回避してるな。それはめっちゃ思った。まさかゼロ維持してるとね。とりあえずここの発電機は無事直せそうだな。もし今テレビ移動されても大丈夫だろう。早速テレビ移動の音が。この発電機周辺のテレビは電源切れてるはずだ。これで残り3台だ。じゃあ次はこの発電機を直すかのう。またまたテレビ移動したがここに飛ぶことはないだろうな。え、なんだこの心音どこにいるんだ。マジで動きが読めませんな山村氏。そうですね。フラグ立てて死ぬ時は大概そのまま死んで動画がボツになる時です。いや冷静に解説をするな。しかしまだ私の呪いゲージは進んでおらん。しばらくはメメントされる心配はないだろう。あんたは本当にフラグが大好きね。今のもフラグなら私もう何も喋れんくなる。そこにテレビがあるのは知ってたから大丈夫だ。あ、これチェイスコースミスったな。おとなしく窓枠で一周すればよかったわ。じゃないとこのルートで窓越えたらかなりリスクが高い。ということでライト練習の時間です。どういうことですかね。最小キャラだが当てるのに慣れてきたな。しかしライト救助で発揮できなきゃ何の意味もございません。窓枠ですか。ここは最速難しいから後ろ見てる暇がない。このまま板に。いや怖いから次の場所に行こう。あ、お疲れ。私はまだ死なないぞ。なんたってデッドハードがある。飛び越えると見せかけてデッドハード。今の出っ歯必要だった。だって怖いんだもの。最近あんたビビりになった。失礼な、チキンと言ってくれ。それ褒め言葉じゃないからな。今のは殴ってくると思ったぜ。どうだ、なんだかんだ沼してるが時間は稼いでるぞ。沼プレイという自覚はあったのか。私には見えるぞ、次で先回りしてくると。それを読まれただと。なぜ私はさっき出っ歯を打ったんだ。20秒前まで戻ってみなさいな。え、てかやばくね。クソザコ大沼プレイしてるにしろ今回発電めっちゃ早くないか。どれどれ。発電機は残り2台か。確かに早いけど元からこんな速度だった気がする。ごめん電源撤回するわ。あれ直ったのなら異常な速度だわ。今回の味方は発電意識が恐ろしく高いな。しかも破滅ありで妨害されててもこの速度は。やば。感想が薄すぎる。今はジェイクがタゲ取りしてザリーナが救助に来てるのか。そしてもう一人は発電してる。お前もしかしてパーティー組んでる。は、舐めるのよ私の友達の少なさ。ごめんタブーな質問をしたわ。謝罪は時に人を傷つける。さて、これ私が狙われることはないな。だが懸念点ができたな。ジェイクがあともう少しで呪いゲージがマックスになる。そうなるとメメントされてしまうわね。もしかしたら貞子は最初からこれをちょは？え、これ通電したのか。してないよ。ダメだこいつは現実逃避してる。ちょっと録画時間確認してみるわ。約4分43秒。やばい。
お疲れ様でした。閉まらねえ。